ばんは。こんばんは、皆さんこんばんは。来てくださってありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こんばんは。ナイスの試合が、ありがとうございます。早からナイスも30個以上ありがとうございます。はい、お願いします。今日もお疲れ様です。こんばんは。はい、ビさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。よし、椿さんありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大きな壁をぶつかって諦め
自分次第でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。改めましてこんばんは。お時間作って見に来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。ミラさんありがとうございます。トゥッティさんありがとうございます。はい、ヤマトトさんありがとうございます。ハラテチさんありがとうございます。コッピさんありがとうございます。こんばんは、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。ロビーさんありがとうございます。今日もよろしくお願いします。パセリさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。初めて見に来てくださってる皆さんもありがとうございます。ナナシちゃんさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイッターの方でもおめでとうと、私と私10万回再生以上おめでとうとありがとうございます。あと、そう、コメントしていただいて、あ、そっかと思ったんですけど、あれ10万人登録者のね、10万人登録者登録からそう1周年とありがとうございます。それもおめでとうとありがとうございます。ありがとうございます。10万という数はね、本当にすごくて、どう例えられるかね。10万という数はね、本当にすごい数だから、ありがとうございます。お一人お一人ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キョムサさんありがとうございます。リオさんありがとうございます。はい、マヤさんありがとうございます。思うとね、皆さんずっとね、何年も何ヶ月も応援してくださってありがとうございます。よし、はい、そう、私と私についてね、考え続けるのももう少しなので、またね、ありがとうございますとツイートさせていただく日が近いんじゃないかなと思います。はい、では今日も歌わせていただこうと思います。よろしくお願いします。そう、10万人って言ったら、そこなしの人口よりも多いの、こなしの人口ぐらいなのかな。はい、ヤオさんありがとうございます。ありがとうございます。ミラさん、ティーキありがとうございます。おもかし作る、作れるかな、作れるかな、進んでいただけます。すごいことになりそうだけど、なんか設計とかね、設計とか大変そうよね。どこに道作るかとか。リクエストたくさんありがとうございます。平井大さんの初めて聞きますね、その曲。平井大さんの曲はね、どの曲もね、あー、ごめんなさい、なんか変なのおっしゃったかもしれない。ありがとうございます、リクエスト。ゆうさんありがとうございます。あー、ごめんなさい、なんかダメなんだ今日、変なのおっしゃった、大丈夫。なんかマッシーさんすごい、なんかアイコンを押してしまうんだけど、変なの押してないから大丈夫かな。あー、ダメだ、なんでだろう、すっごい3回目押しちゃう。よし、あー、なんかすごい今日なんかコメントしたら大丈夫かな、携帯がおかしい、大丈夫。まもせさんありがとうございますね。え、大丈夫かな、大丈夫かな。みぼうずさんありがとうございます。久しぶりです、ありがとう。わっちゃん久しぶりです、ありがとうございます。ぴーさんありがとうございます。そう、愛子さんが結婚されたんですよね。そう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 。ね。
カー投手もいいですね。よし、 YouTube にアップさせていただいた、エメさんの残響参加、あれ間違えた、残響参加ね、残響参加聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございますね。すごく難しかった曲なんですけど、テンポも速くてね、かっこいいですよね。だから歌うことができてよかったです。歌えない代わりにシンデレラボイスしていただこうかな。ちょっとメモらないと忘れちゃうわ。どうしよう、メモさ今日参加と、あとだけ、愛子さん、愛子さんなんかいくつか歌わせていただこうかな。曲いくつか歌わせていただける曲があるので、気まぐれロマンティックですね。よし、では残響残歌を歌わせていただこうと思います。残歌ね、残、どうしよう、座敷わらしが出てくるぞって言った。残響残歌何回も何回も結構撮ったから、1日目撮って、中だとかいかないなと思って、次の日聞いたら、でもう一回撮ってって、本当に難しいしね。かっこいい、歌えたらかっこいい。速さがこれどうやってやるんだろう。 OK、 あ、早い早い。では歌わせていただきます。エメさんの残響参加を歌わせていただきます。 1,2,3,4
ました。エメさんの残響参加でした。ありがとうございました。上がるとこがね、なかなかうまくいかなくて何回も撮り直したんですけど、ちょっと即だとできないから。はい、ありがとうございました。改めてエメさんはすごいかっこいいし、こういう曲もすごく似合って、もともとはね、アニソンシンガーの方だったんですよね。コメントを読ませていただいて、そこまでエメさんのこと詳しくそう知らなかったので、コメントを読ませていただいて、へえ、だからこんなアニソンも似合うんだなと思って聞いてました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かっこよかった、ありがとうございます。難しい、難しい、すっごい難しい。なんか言い訳になっちゃうけど、すっごい難しいの。うん、だから頑張ったと思う。はい、ありがとうございます。そう、スタイリングチャイルドもそう、エミさんのそうなんですけど、あなたの番ですの主題歌も、あ、劇場版の主題歌もですよね。すごいですよね、エミさん、勢いがすごい。ありがとうございます。こんばんは、まさき見に来てくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、お時間作って見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、聞いてくださってありがとうございます。続きまして、出していただこうかな。うんうん、アニソンに難しいよね、確かに。はい、あいこさん、じゃ続いて歌わせていただこうかなと思います。そのプレゼントもありがとうございます。はい、モーさん、ありがとうございます。はい、私もね、初めびっくりしました、あいこさんね、母が言って、なんか、寝起きかな、寝起きで、ね、あいこさん結婚したんでって話してきて、へーって、よし、どうしよう、あいこさんの曲ボーイフレンドもね、いいですね。モットーとか、モットーが好きだった、すごくずっとなんか小学生の時から歌ってた。よし、あ、そう、瞳ね、瞳ずいぶん歌ってないからどうするかな、どうしよう、まずボーイフレンドから歌わせていただこうかなと思います。ボーイフレンドでも難しいよね、アカペラかな、ボーイフレンドがない、あれ、コードがない、あった、あれ、ないかな。ボーイフレンド失礼、はぁ、早く会っていたい、あれ、なんか違うな、早く会っていたい、あなたとのいろんななこと、書くか、刻みつけたいくらい忘れたくないんだと、ここだね、難しいよね。ちょっと音って違うかもしれないけど、いきます。あいこさんのボーイフレンドから出していただこうかと思います。うん、1,2,3、早く会っていたい、あなたとのいろんなことを刻みつけたいくらい忘れたくないんだと、早く会って抱きたい、すべての始まりがあなたとで本当によかったと、
心から思ってる。唇噛んで指で触ってあなたとのキス確かめてたら雨が止んで星がこぼれて小さな部屋に迷い込んだ。靴飛ばそう。あなたが私の方に頬りすると二人の時間は止まる。好きよ、ボーイフレン。あ、難しいね。ありがとうございました。懐かしい、久しぶりに歌った。懐かしいっていう年齢じゃないけど、久しぶりに歌った。カラオケでたくさん歌ってましたね。あいこさんのボーイフレンドでした。ありがとうございました。独特な曲調ですごく好き曲、パチパチパチ、ありがとうございました。ありがとうございます、リクエストありがとうございました。あいこさんのボーイフレンドでした。はい、山猫さんありがとうございます。カルキチシゲでした。ありがとうございます。よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。よし、あいこさん、ひとみマシーさんありがとうございます。初めの音が思い出せないな。あれ、ちょっと出てきそうで出てこないな。聞きたいけど、ちょっと時間が、だから。思い出せないな。すっごい思い出せそうで思い出せないな。初めの部分だけ聞いちゃっていいですか？さらっと。すみません。それで思い出せたらいいけど。どっから始まるんだろう。どっから始まる。あ、オッケー。今頃頑張ってるのか、それとも新しい光か、青白い瞳見てるのか。いけるいける大丈夫。ちょっとお待たせして申し訳ないです。健やかに育った私。ちょっともう一回思い直してきた方がいいかもしれない。ちょっと思い出せるところと思い出せないところがあるよ。またね、この曲はすごく、またちょっと次の機会に歌わせていただきます。ダメだった、ちょっとサビが思い出せなかった。はい、初めが思い出したけど、今頃頑張ってるのか、それとも新しい光か、たた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 出るのか、間に合うように届けようと。愛子さん、花火、カブトムシ、カブトムシいきますか。カブトムシ、はい、
じゃあ愛子さんカブトムシ歌わせていただきます。悩んでる体がつくて指先は凍えるほど冷たい。どうした早く言ってしまいそう。言われても私は弱い。あなたが死んでしまって私もどんどん年老いて、想像つかないくらい。好きだから2番歌うし、いただき
さんのカブトムシでした。ありがとうございました。グイスタありがとうございました。2番の琥珀の見張り先のとこがすごく好き。ありがとうございます。ケさん、タケさんありがとうございます。言ってしまいました。ありがとうございます。ヨシさんありがとうございます。コカさんありがとうございます。清正さんありがとうございます。素晴らしい歌声ありがとう。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。ヨクさんありがとうございます。イハさんありがとうございます。はい、たくさんパチパチありがとうございます。せっかくやからなかなか愛子さん歌していただくこともいないかなと思うので、もっと歌わせていただこうと思います。あれ、なんか他にも好きな曲あったと思うよ。プラマイとか。はい、犬くんさんありがとうございます。最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。でした。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。クルトさんありがとうございます。あー、なんか変な虫だ。今日なんかあれだな、あれなんかダメだな、あれなんかだ、すっごいなんかコメントが動かせない。大丈夫かな。はい、なんかちゃんの結婚感とか聞いても大丈夫。結婚感、あ、結婚についてどう思うかみたいな感じかな。全然結婚感か。まだそこまでの年齢を重ねてないから、なんかよくわからないけど、憧れるだけだ。なんか、憧れるっていう感情だけかな。なかなか、なんて言うんだろう。そこまでなんて言うんだろう。深いことは言えないけど、ただ今は憧れしかないですね。結婚について。で、一生ではないかもしれないけど、なんて言うだろうね。だってまた違う家庭になるわけじゃないの。だからなんか、そんな深いことは考えず、ああ、結婚いいな、みたいな感じですね。はい。昔はね、付き合う通り越して、即結婚だったから、どういう心情かまた違ってくるだろうけど、そう思うとすごいですよね。だって、即結婚よ。うん。ね、今はお付き合いっていうね、家庭があるから、いいけど。はい。17歳で結婚感をね、なかなか負が書かれたら語れたら、この人は、まあ、どうなんだろうね。語れる人は語れるのかな。質問ありがとうございます。すみません、ちゃんと答えられなくて。そう、率直に言うとただ憧れだなっていう気持ちなので。結婚したい願望はあるけど、前も確か言ったような気がする。結婚願望はある。コールマンさんありがとうございます。ご質問、ね、ちゃんとした答えではなくて、面白い、ちゃんとした答えじゃないかもしれないけど、リクエストじゃない、ご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、はい。逆に結婚感か、皆さんにとってあります？なんか結婚感、差し支えなければ、しか愛子さんも思ったでしょ。はい、トールさんありがとうございます。こんばんは。養われたい養われたいでやってるよね、読み方。養われたい、運命的な出会いがありますように。あ、私に言ってください。あ、もしそうだったらありがとうございます。ありがとうございます。だけど幸せな結婚してほしいです。ありがとうございます。あー、なんか筐体だ。あれや、アイコンをよく押してしま
しよう。ああ、正反対の性格がちょうどいいのね。ああ、それは確かに。人生の道が寄り添うかな。ああね、そうね、人生にとって一大なことと言ってもいいくらいですもんね、結婚って。その前が大事。忍耐と努力です。まだ全然わからない。そうね、なかなか難しかったりしますよね。自分の足りないところを補ってくれる人がいいな。あ、確かにそれも大事よね。大事。なんか私から聞いて、なんか17歳のまだしっかりと年齢を積み重ねてないって何人がそうあーって言ってもあんまりあれかもしれないけど、うん、そうよね。ただ今は私憧れるだけかな。なんだろうね、実際に年を重ねたら。よし、ありがとうございます。じゃあ愛子さんのもっと歌わせていただこうかなと思います。個人的に愛子さんの曲で好きな曲ですね。でもこの曲あれのコードが難しいよね。これちゃんちゃんちゃんね、三拍子。ギターが難しいな、これ。アカペラで歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。いきます。もっと、もっと、もっと、もっとね、もっと、そばにいたかったんだ。嫌いになればいい、僕のことなんて忘れて。嫌いになる言葉ばかり並べてた。何も言えなくて全然よかったんだ。君の笑った顔だけでいいと思ってた。枯れてく季節に花があって、ずっと鮮やかで立っているから、積んで僕だけのものにしたくって、ちぎったところから黒くなって、僕の前から消えた。君の心が消えた。私はね、あなたのことが好きなんだよ。信じてられた瞬間は本当に瞬間で、もっと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 ね、もっと、そばにいたかったんだ。あ、ありがとうございました。はい、愛子さんの兜、あ、間違えた。失礼しました。もっとでした。ありがとうございました。ドラマの主題歌だったんですよね。ダメな私に恋してください。はい、ありがとうございました。あ、見逃しちゃった。ああ、なんか今日ほんと、どうしちゃったんだろう。携帯が。花火ありがとうございます。さきさんありがとうございます。ファルコイズさんありがとうございます。ウニカーさんありがとうございます。ダニーさんありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい。ちょうど9時ですね。どうしよう。あと1曲出していただいても。でも結構歌ったかな。いや、そんなことない。3曲かな。もう1曲歌ってもいいかな。締めて。はい、こんばんは。福田さんありがとうございます。そう、え、もうなんです。もう、はい。いや、密かに体重注意体重通知あります。言いにくいね、これ。体重通知密かにあります。ただ、あの音量がないだけで。はい、よし。6等星の夜、中島美嘉さんのスタース。
歩いて帰ろう、歩いて帰ろう、前でもね、歩いて帰ろう歌おうって言ってて、あ、でもシンデレラボーイも初めに歌おうって言ってたんだよね。あ、まちょ、また迷い始めた。気まぐれロマンティックもいいですね。くまさん、ありがとうございます。はい、よし、ね、どれもいいですね。ソニックエストありがとうございます。最近歌動画見まくってる。あ、今日もアップさせていただきます。歌ってみた動画ありがとうございます。いつも皆さんたくさん聞いてくださって、今日もアップさせていただきますので、ぜひ見てみてください。バラードな感じです。では斉藤和義さんの歩いて帰ろう出していただきます。どこのあれだけ覚えて、テレ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 走る走る、あの自分を押してここのんびり雲が泳いでく。 OK、 いきます。初心者向けコードじゃないと弾けないんじゃ。あ、ごめんなさい、失礼いたしました。はい、あ、だからこれ5になるんだ。あ、なんか違うなと思ったんだ、ごめんなさい、失礼いたしました。もう一回お願いします。
歩いて帰ろうでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ではカバーここまでさせていただきます。ありがとうございました。ではオリジナル曲入らせていただきます。たくさんリクエストありがとうございました。ここまで見てくださってありがとうございます。こんばんは。今さっき見に来てくださった皆さんもこんばんは。時間作って見に来てくださってありがとうございます。ではオリジナル曲入らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もカバーありがとうございました。とっても素敵でした。ありがとうございます。ココさんありがとうございます。ヨシさんありがとうございます。はい、ではいつも通りテレビ朝日サンタカツの主題歌叶え続けるよから歌わせていただきます。よろしくお願いします。いきます。5つの声が1つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。の主題歌叶え続けるようでした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ポンさんありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ゆうくんさんありがとうございます。たかしさんありがとうございます。こっぺさんありがとうございます。はい、ぽんちゃんさんありがとうございます。今猫さんありがとうございます。はい、こちら高津の主題歌叶え続けるよ YouTube にアップして YouTube に MV をアップしていただいておりますので、ぜひぜひ見てみてください。各サブスクでもダウンロードしていただけますので、よかったらダウンロードよろしくお願いします。はい、お願いします。 YouTube の方もこちらの叶え続けるよ方も私と私に続いてもう少しで10万回再生、ぜひ皆さん見てみてください。はい、なかなかさんありがとうございました。元気になりました。よかったです。ありがとうございます。はい、みるみるありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。では続きまして
私と私歌わせていただきます。よろしくお願いします。ボボさんありがとうございます。こんばんは。初めて見てくださっている皆さんも、こんばんは。ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。歌を歌わせていただいております。シンガース、あ、うん、上田桃香17歳、シンガーソングライターとして頑張っております。よかったら聴いていってください。ありがとうございます。さきさんありがとうございます。失礼しました。あー、なんかおかしいな、変なのっしょ。ルクルトさんありがとうございます。ありがとうございます。失礼しました。なんか変なの届いてたりしてたら申し訳ないです。アイコンをよく皆様の押してしまっていて、はい、なんか変なのとかなんか届いてたり変な通知が来てたら多分私ですのですみません。はい、では、お部屋探しの賃貸さんとの夢応援ソング私と私歌わせていただきます。よろしくお願いします。え、アイコンってそんな変な言い方してるから今気になった、ごめんなさい。で、私と私でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。サンバチパチもありがとうございます。一緒に歌っていただくとき、ね、初めてというか最近始めましたって、ね、方もね、方ね、頑張って
覚えて、それで一緒に歌うと頑張ってくださって、ね、ありがとうございます。ね、すごい歌ってのところで、初めて見かける、一緒に歌ってくださってる時に、初めて見かけるか、初めてや、なかなかね、なんて言うんだろう、最近、お見かけする方がね、増えてきて少しずつ、すごく嬉しいなと思います。一緒に歌ってくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。の人だ。この曲は文化祭らしい曲ですね。ありがとうございます。トム・ジョクチャー・シェブルセイにも通じる共通点がありますね。文化色がするいい曲です。ありがとうございます。ヒロシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。歌えるように頑張りますってね、コメントもしてくださっててすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、そう、皆さんがいつもね歌ってくださってるのでね、それでね、皆さんも歌ってくださる方がたくさんね出ていますので、ありがとうございます。はい、よし。で、YouTube に MV が、アップされておりますので、ぜひ見てみてください。はい、また、各サブスクでもダウンロードしていただけますので、よかったらダウンロードよろしくお願いします。たくさんのダウンロード、本当にありがとうございます。はい、また、人体さんの六本木にある大型ビジョンにも、この曲の MV 流していただいておりますので、ぜひ、お近く行かれるときありましたら見てみてください。見に行ってくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。いつも背中を押してくれる曲、ありがとうございます。押せていたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。また、ちんたやさんのラジオでラジオ CM ソングとしても使用していただいております。ラジコというアプリをインストールしていただいて、ぜひ、聞いていただけると嬉しいです。全国放送番組は、キリプントミュチャプターゼロタッチオーハートという、放送番組です。日曜日午後12時30分よりぜひ見てみてください。はい、聞いてみてください。はい、ではありがとうございました。もう2つ宣伝させていただきます。新曲2曲、配信リリースされています。おたまじゃくしという曲と、線香花火、はい、ぜひダウンロードして聴いていただけると嬉しいです。たくさんのダウンロード、こちらもありがとうございます。 YouTube に、線香花火のリリックビデオをアップしていただいておりますので、そちらでフル聴いていただくことができますので、もしいいなと思っていただけたらぜひ、ダウンロードしていただけると嬉しいです。はい、また、ライブの宣伝をさせていただきます。ぶっちゃさん、ありがとうございます。癒されてありがとうね、ありがとうございます。1月9日日曜日にライブに出演させていただきます。弾き語り女子が一度2回するライブ、弾き語り女子1002022ギジョフェスに出演させていただきます。日時は1月9日日曜日、夕方4時30分からのスタートです。会場は渋谷にある、Spotify OEST という会場です。はい、ぜひご興味のある方、Twitter など SNS の引き所さんの、アカウントや私のアカウントからも飛んでいただくことができますので、ぜひちょっとお手数ですが、貸して詳細チェックしていただけるとありがたいです。はい、すでに、来ていただくことが決まっていらっしゃる皆さん、当日お会いできることお待ちしております。はい、ありがとうございます。よし、そう、新曲2曲ね、歌ネットで、そう、歌詞、私もついに、ね、歌ネットで、そう、歌ネットで出ますってね、ありがとうございます。
ついにか。ついにだね。そう、歌ネットで。そう、歌魔じゃくしって検索したら、聖子花火が あることは知らなくて、歌魔じゃくしの方は知ってたんですけど、あれ、2曲。そう、上田桃かーって、あと、ありがとうございます。そう、線香花火ってると出てくるんですよね。嬉しいです。あれ、でも私が気づかなかっただけか。おたまじゃくし あれや、おたまじゃくしの方見てたけど、線香花火が気づかなかっただけなんですよね。そう、失礼いたしました。はい、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よしね、カラオケとかにね出る日が来るかな。その時はぜひ歌ってくださいね。ありがとうございます。よし、じゃあ今日最後に歌わせていただこうかなと思います。はい、どうありがとうございます。よし、今日はだろうな。そう、以前カラオケにこの曲ってリクエストしてくださった方はいらっしゃったんですよね、私の曲を。はい、ありがとうございます。その時はありがとうございました。はい、では今日はどうしようかな。たくさんリクエストありがとうございます。あら、ダニーさんハート、あ、ハート、あ、あれ5時じゃないから、ハートだけだと思って、曲名入れるの忘れちゃったのかなって思っちゃったけど、5時じゃなかったら失礼いたしました。ただハートだけ紫のハートだけで、もしかして曲名入れ忘れたのかなと思って、ありがとうございます。居場所かな。はい、居場所じゃあ歌わせていただこうと思います。ね、わけ少々お待ちください。くしゃみでそう、少々お待ちください。あ、すごくくしゃみが出そうだけど止まっちゃった。どこかな。歌詞を探しております。少々お待ちください。どこかな。あった。OK。くしゃみが出るって宣言すると出ないよね。失礼いたしました。うん、詰まっちゃった。ありがとうございます。ではリクエストありがとうございます。オリジナル曲居場所に出していただいて終わろうと思います。いきます。すごい髪の毛がボサボサだね。いきます。休みもしないでいつもあなたはずっと固くたで
ありがとうございました。ありがとうございます。天使さん、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。聞いてくださってありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございます。心にしまっています。ありがとう、ありがとうございます。マサデルさん、ありがとうございます。クダさん、ありがとうございます。ネコネコさん、ありがとうございます。素敵な日常の曲ありがとう、ありがとうございます。はい、では今日はここまでさせていただきたいと思います。ちょっとなかなかイベントのあの時間の長さから抜け出せなくて、あの結構長くあのね、予定よりも10分20分ほど長くね配信させていただくんですが、皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。お付き合いくださってありがとうございます。はい、では今日もここまでで終わらせていただこうと思います。楽しんでいただけてたら何よりです。コッペさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ナテツさん、ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。では皆さん、ありがとうございます。ボンヌさん、ありがとうございます。カツくんさん、ありがとうございます。なかなかさん、ありがとうございます。では今日もお時間作ってみてくださってありがとうございました。また明日は木曜日、木曜日ルタロウ、ちょっと、わからない、時間的にわからないから、ちょっとまたご連絡させていただきます。よろしくお願いします。配信があるか、あったら、ふわっち、やらせていただきます。よろしくお願いします。ゆめねこさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いなくんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、サピーさん、ありがとうございます。いただきます。ゆうとですね、ありがとうございます。マハさん、ありがとうございます。皆さん、最後までありがとうございました。では、おやすみなさい。ありがとうございました。つばきさん、ありがとうございます。みかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。のぶすさん、ありがとうございます。ありがとうございました。やまささん、ありがとうございます。あれ、ラグしてない?ラグしてるわけじゃないかな。大丈夫かな。ようくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで皆さんありがとうございました。では終わります。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう。最後までありがとうございます。ありがとうございました。あれ?ラグしてないよね?